ルイーセア、ダンマークは、デンマーク・ノルウェー王フレゼリク・ゴセイと、その最初の日で、イギリスをジョージ・ニセイの娘であるルイーズとの間に、生まれた三女で、ヘッセン選定公家の講子、ヘッセン・カッセル・ホーハク・カールと結婚した。ルイーセは1766年8月30日に、クリスチャンス・ボー宮殿において、母方のいとこで、ノルウェー総督のカール講子と結婚した。 ルイーセの兄のデンマーク王クリスチャン7世は、カールは王を法当時呼ばわりして激しく非難しており、また国王と親しくなく全く重要な人物ではないといった側近たちの反対意見にもかかわらず、妹とカールの結婚を認可した。しかしクリスチャン7世のカールに対する行為は徐々に冷め、ルイーセとカールは1767年の春には、コッペンハーゲン宮廷を去って、 ハーナウに移ることを余儀なくされた。しかし、翌1768年、カールは、クリスチャン7世の領土の一部である、シュレースビヒ公国とホルシュタイン公国の総督に、就任したため、ルイーセは、夫と子供と一緒に、シュレースビヒのゴッドをフ上に移り住んだ。1770年、ルイーセは、クリスチャン7世から、シュレースビヒ地方のギビに荘園を与えられ、荘園は、 ルイーセに敬意を表して、ルイーゼンドントと解消した。1790年には、長女のマリーを、老いの摂政王大使フレゼリクにと継がせている。夫のカールとの間に6人の子女を設けている。ありがとうございます。